それでは続いて、ウェブ受付システムに関する説明に移ります。さくら翔平プログラムへの申請に関してのみ、ウェブ受付システムにより、以下の流れで申請をお願いします。まず申請における大まかな流れについて説明いたします。実施担担当者担当者者ででもも事務のの方構いませんが まず仮申請をしていただきまして JST から受付番号を発行受付番号に基づいて本申請をしていただくという流れになります本申請完了後 JST で内容を確認させていただきまして場合によっては差し戻し して内容の修正をお願いすることもありえますが特に問題がなければそのまま受付完了となりますここから実際の申請手続き上でご注意いただきたい点についてご説明します詳細については桜サイエンスプログラムのホームページにて公開しているウェブ受付システム申請者用マニュアルをご参照いただきたいと思います本日は特にご注意いただきたい点に絞ってご説明いたします 先ほど申し上げたとおり、1月30日にホームページで仮申請用の URL というものを公開しておりますが、そちらの URL からこのような仮申請画面にアクセスできますので、必要な項目について順次入力していただきます。過去に、えー、実績のある受け入れ機関名に関しては、こちら一部入力すると該当する機関名がプルダウンで表示されますので、該当する機関名をその中から選択していただくようよろしくお願いします。 ほとんどの大学の皆さんに関しては実績ございますので、できる限り検索して選択するようにしてください。初申請の場合はプルダウンでは表示されませんので、直接入力してください。どうしても検索で見つからない場合は、直接入力していただくようよろしくお願いします。 順次必要事項を入力していただきまして、仮申請をクリックしていただきますと、登録いただいたメールアドレス宛てに仮申請、完了メールが届きます。もしも受け入れ機関において、受け入れ機関内の申請状況を把握したいといったニーズがある場合は、この上の方にあります申請者のメールアドレス欄に、 大学や研究家の共通メールアドレス等を入力いただくように、受け入れ期間内で運用を徹底していただければ、申請に関する情報を共有できるということになります。え続いて、えー、仮申請完了メールに記載されている本申請用の URL から、このような本申請用の画面にアクセスできます。仮申請完了メールに記載されている ID、こちらが受付番号となりますが、 これとパスワードを入力していただきます。受付番号は取得した公募年度内はどの公募会でも使用可能で、1つの受付番号で1件の申請が可能となっております。ログイン後の画面がこちらになります。まずは申請内容を入力する方法を選択していただくことになります。2つの入力方法から選択することができるようになっておりまして、1つ目は Web 受付システム上で入力する方法。 2つ目は補助的な機能として、Excel ファイルの交流計画書をあらかじめ作成しておいて、その内容を Web 受付システムに読み込むことも可能となっております。ただし、最終的には Web 受付システム上で、この画面上で内容確認必要に応じて追加入力していただく必要があるということにご注意をお願いします。まずはこちらの Web システムで入力を選択した場合についてご説明します。 ウェブシステムで入力を選択すると、このような画面に遷移します。Excel の交流計画書に合わせたシート構成になっておりまして、これらのタブをクリックすることでシート間を移動することが可能です。2023年度公募からは情報セキュリティ強化のため、一定期間操作されなかった場合は自動的にログアウトされる仕様となっております。定期的にこのページの上部にあるタブをクリックして、セッション情報の更新を行うようにしてください。 タイムアウトするまでの時間は1時間程度で設定しておりまして、これらのタブを移動すればリセットされますのでご、えー、その点ご注意をお願いします。また、あくまでも補助的な機能としてですけれども、画面の下部にある一時保存ファイル出力、こちらのボタンをクリックすることで、入力途中の情報を Excel 形式で保存することも可能となっております。えー、ただし、 ウェブ受付システム上にある項目で、Excel 形式の方にはない項目というのは保存されないため、Excel を読み込んで入力を再開するときには、それらの項目については再度入力する必要があるという点についてご注意いただきまして、入力漏れがないようにご注意ください。続いてご注意いただきたい点が最も多い、この送り出し期間概要のシートについてご説明します。 こちらのシートを入力する際には、まず国名、地域名を選択してください。続いて、都市名、機関種別を選択すると、絞り込みが可能になっておりまして、送り出し機関名の日本語を一部入力すると、該当する機関名がプルダウンで表示されるようになっておりますので、可能な限り、機関名を検索して、プルダウンから選択するようにしてください。検索で見つからない場合は、直接入力をお願いします。 続いての注意事項となります。中国の香港、マカオ以外の都市から招聘をする場合は、登録番号欄がこちらに表示されますので、JST への申請前に、中国側での届け出時に交付される登録番号を入力してください。JST への申請前に手続きが必要なので、ご注意ください。 先にご説明した通り、この届出に必要な URL は近日中にホームページで公開予定となっております。中国側で届け出を行った後、j s t への申請いただきますようよろしくお願いします。中国側での届出が行われていない申請は受理できませんので、くれぐれもご注意をお願いします。また、具体的な入力例としまして、国、地域名で中国を選択して、 えー、選択して、送り出し機関名、日本語の欄で、えー、北京大学を選択肢から選択、もしくは直接入力すると、えー、都市名と機関種別は自動入力されて、このようにロックが、えー、かかるようになっております。えー、続いて、えー、送り出し機関名の英語、えー、それから住所 UR、URL。 こちらのデータは JST が整備しているマスターデータの内容が自動で入力されるようになっております。従って、えー、プルダウンから送り出し期間名を選択していただくようにしていただくと、申請者の入力にかかる負担を軽減することができます。さらに、えー、海外の機関名の表記ブレを避けるために、サクラサイエンスプログラムのホームページで公開しております、海外の機関名リスト。 こういった Excel のファイルを公開しておりますが、そちらの機関名称の情報をコピペして入力していただければ、マスターデータの内容が自動で反映されますので、ぜひご活用いただければと思います。続いて、続いて最初の画面で、Excel の交流計画書を読み込むと。 いいったた入力方法を選択した場合の注意点についてご説明差し上げます、えー、送り出し機関名の日本語、また、えー、および送り出し機関名の英語、この2つの欄が両方とも JST が整備しているマスターデータに一致する場合のみ、えー、このウェブ受付システム上の画面にデータが反映されるといった仕様になっております。 それ以外の場合は、Excel の交流計画書を読み込んでも送り出し機関名の欄は空欄になってしまいますので、Web 受付システムの画面上でしっかりと入力されていることを確認して、入力を進めてください。また、一時保存機能を使用する際の注意点としまして、代表者、住所、電話、URL、これらの欄は Excel の交流計画書には入力欄自体がありませんので、Web 受付システムの機能で一時保存したとしても、 エクセルの交流計画書にはデータは保存されず、エクセルの交流計画書を読み込んで入力を再開するときには再度入力が必要となります。エクセルの読み込みという機能と一時保存ファイルの出力の機能に関してはあくまでも補助的なものですので、えー、最終的には Web 受付システム、こちらの画面上で確認して入力完了していただく必要があるという点について繰り返しになりますが、ご注意をお願いします。えー、必要事項を入力後、 申請画面の右下に入力完了というボタンがございますのでそちらをクリックしていただきますと入力エラーのチェックが行われますエラーがなければこちらの画面に遷移します入力エラーがある場合は画面上部にあったタブがです、ね、赤色になりますのでそのエラーがある箇所を確認していただいて内容を再度ご確認いただきますようよろしくお願いしますまたこちらのファイル添付画面では 先にご説明したとおり、安全保障防疫管理への対応として、全申請案件について、安保様式の提出が必要となっております。従いまして、あらかじめ、桜サイエンスプログラムのホームページにて公開しております、Excel の安保様式に必要事項を記入の上、え、必ずこの画面において、ファイルを添付してから申請完了、最終的な申請完了をクリックしていただければと思います。 ここまでで本申請が完了となります。本申請が一旦完了した案件については、このような画面が表示されます。申請内容については上部のタブから閲覧することができます。また、この下部にあります申請内容ファイル出力ボタンから Excel ファイルで出力することも可能ですが、申請者による引き戻し、再編集は不可となっております。 どうしても修正が必要な場合はですね、JST の窓口の方にご連絡いただきまして、差し戻しの依頼をしていただきますようよろしくお願いします。公募会ごとの受付締め切り後、JST にて期間名の悩ませ等の作業を行わせていただきまして、その結果によって申請いただいた内容、まあ、主に受け入れ期間や送り出し期間に関する情報になりますが、 これらに関して修正のお願いをさせていただくようなケースもございますのでご協力をお願いしますこの点については採択通知等で改めてお知らせいたします最後にお知らせになります何度かお話ししている通り1月30日から申請受付を開始しておりますそし大会公募の締め切りは2月28日となっております 皆様からの積極的な申請をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。また万が一本日ご説明した内容に変更があった場合は、速やかにホームページにてお知らせいたします。この後質疑応答の時間がございますが、もし個別に問い合わせたい事項等があれば、こちらの連絡先までよろしくお願いします。それでは長くなりましたが、説明は以上となります。長時間にわたりご清聴いただきありがとうございました。